キュウリ、ヘタの部分の皮を剥く、薄く輪切りしていく、軽く塩を振りなじませてしばし置く、砂糖、お酢、醤油、混ぜる。これが三杯酢。キュウリを水に入れ揉み洗い、ザルにあける。しっかり水気を切る。これぞキュウリ揉み。かつお節を削る。素敵だ。キュウリ揉み。三杯酢、かつお節、いただきます。うなぎ、炙る。切り分ける。キュウリもみ、うなぎ、三杯酢、あえる、うざく。もみもみしてみてね。